皆さんこんにちは日本の大学全部行った男山内大二です明治大学文系学部の選び方というお話ですまあ受験生の皆さんね一言でこうマーチマーチ明治青学立教って言うんですけど大事なことは有名な大学に入ることが目的ではなくてその大学でどんな学問をやりたいかが大切なんですね特にコロナによって 大学のキャンパスに入れなくなりほとんどの大学が2020年の前期はオンラインネットの授業を家で聞くという形式にならざるを得ませんでしたそうしますと大学のキャンパスに通って先生や仲間と交流をするとかサークル活動をするといったようなまあ大学の授業以外の楽しい活動というのは大きく制限されてしまいなんとびっくり学問しか残らないんですねそう パソコンのののの画画面上上でで教授授が提供してくれる動画の授業やネット上での学生同士の交流つまり今回のコロナで明らかになったのは大学というのは究極的には学問をやる場である経済学であったり文学であったりなので何とか大学が有名だから入りたいもちろん構いませんマーチならどこでもいいそういう人もいるでしょう何学部でも構わないそんな受験生もいますあるいは どここ学部は入りやすいとかもちろんそれらの情報が無駄だとは言いませんでもそれらの全てを超えてあなたにとって最も大切なのはどどの学学学部ででんんんな学問をををやるかととといいうことをきちんと理解ししして進学して進すねそうでなければ有名な大学に入ったのにネットの授業だけで面白くないということになりかねません。ということでマーチの代表選手ともいえる明治大学なんですがもちろん伝統ある良い大学です。 では高校3年生の人はもう大体学部学科絞り込むと思いますので中学生や高校12年生の方で初めて、まあ、明治大学憧れなんだけどどんな学校なんだろうという方向けに今日は文文系系ののの人向け文系学部どんなものがあるのとといいいう話をしたいと思います理工系ですと工学部や農学部や医学部といったようになんとなく学ぶ内容のイメージが湧きやすいんですが。 文系学部の場合私はいろんな学部があるものを大きく3つの塊に分けていますまず人文系これは文学や歴史や哲学といった学問を中心に学ぶ社会科学系これは大きくは現実のビジネスや社会につながる分野経済経営法律商学などですねそして最後が学際系人文系の文学や歴史と 社会科学系の経済や法律の両方が勉強できる大きくこの三つのグループに分けられます明治大学の場合ですと人文系は文学部しかありませんそして社会科学系は政治経済学部商学部法学部経営学部と四つ揃っていますなので大きくは 経済経営商法という学問分野ですのでそれぞれどんなことをやっているのかを調べてください。学際系は情報コミュニケーション学部部と国際日本学部があります国際日本学部は英語が得意で海外留学に関心があるという方向けの非常に人気の学部なんですがここは大きくは人文系に近いです。やはり言語とととか文化歴史といったところに社会科学系 経済やビジネスが少し入ってきます情報コミュニケーション学部は情報と名はついてますが文系ですからいわゆる理工系の学部のコンピュータサイエンスではありませんここは実は法律や政治や経済系の先生が多いんですねそこに少し人文が入ってくるマスコミであったりまいわゆる文学部系の先生もいらっしゃいますこのような学部の構成ですなので大きくは 自分が入学した学部の授業を中心に受けるあまり他の分野の学問を他の学部学科でたくさん受けるということは難しいので今申し上げた学部をそれぞれよく調べて自分に合った学部を受験してください頑張ってくださいありがとうございましたご視聴ありがとうございましたいいねとチャンネル登録をぜひお願いしますまたメガスタの LINE にご登録いただいた方には 大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します相談や質問も LINE で受け付けています詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください